で、厚みがね、すごいパワー 250g でしょ、うん、多いよ、ね、今ハンバーグ 150g なんだ。どうもお待たせしました、ありがとうございました。さよなら。気づいてません。するじゃん。ジンクック。映画館だね。スライドウズ？やめてしまったところはみんなこういう酸が入ってる状態ですね。はい、そういう作りになってます。ここはごめんなさい、運び手って言いまして、その時もいろんな展示をしてますので、シーズンの時は今は戦争中の、空気が汚れていた。これアミちゃんにぴったりだね。ああ、OK だね、これ。ああ、OK。駐車場もいっぱいあるし、相当流行ってんのかな。なんか元祖トンテキってこの四日市で、うん、誰かが言ってた。え？日本に入れるみたいな感じ。そうだね。これ
レバーだけど。ご飯と豚汁。パワー系はもう少し待ちです。厚みがね、すごい。パワーだ。パワー。250g でしょ。多いよ。ね、今ハンバーグ 150g だ。どうもお待たせしました。ありがとうございました。また。それはアサリなの？アサリ。液体しかないじゃん。アサリ。それはアサリ。アサリです。ラップしてとかやるとラップないからね。ラップしてって書いてんの？わかんない。どうやるの？ラップするんだったらその袋入れるしかないの。ラップをかけずだね。ラップをかけず。うん、どうやるの？肉ワンタン、それをリュックショって作ってる。なんか騙されてるね、本当。肉ワンタンそのまま入れるわ。うん。こういうこと。でもそういうことだよ。もうこういうこと以外に何がある？何もないです。サンプルです。それさ、でも豆腐って崩しながら入れるみたいな書いてあった。そうそう、違ったっけ。しまうか。うん、いいんじゃない。大丈夫。見ての通り、ジャパン。はい。
ってきた道を南下しようと。サラダ、39軒目ですよ。ピブリのサラダですね。なんかね、どこの？愛知とか。あ、そうなんだ。